日本中国地方広島県広島市南区水、広島大学附属中学校、高等学校、戦前設立された旧制広島高校のコーチを継承し、この地区におけるランドマーク的な施設である緑は、広島県広島市南区に所在する地区の名称である。ここでは同区において、緑を町名に関する各町の総称として用いる。旧称は、水町。 広島県を流れる大田川の三角州上、遠江川と京橋川に挟まれた州の中西部に位置する。西緑町以外の地区は、宇品通り及び黄金山通りの北側、東側に位置し、ほとんどは宅地である。また、地区内に小、中、高野、慶五校が立地する文京地区としても知られ、学校の周囲には、進学塾、英会話教室などが多い。 南区内。広島の深海地発展図、現在の緑地区を含む南深海が法歴3年以前の開発であり、広島追記時にはこの地区が海であったことが示されている。1930年頃の広島市街図、町域内に旧制、広島高等学校が設置されていたことがわかる1945年の米軍作成の地図、緑城が確認できる。 また、緑町の科学校の校地、校舎や桜戸北側の水路も示されている。かつてこの地域が一面のハスダであったことから、レンの葉の緑にちなんで命名された。一面の湿地帯だった時代へ土初期、この地区は広島湾島の遠浅の干潟に過ぎなかった。しかし1662年から翌1663年にかけて七山の南から、 日本島に至る日本島西深海が造成されたことにより、近隣の南町、弟子を、朝日などとともに新たに開発された。日本島西深海は後、南深海と解消され、明治維新後には、南村、1889年の広島市政、施行後は、同市の南に、南町と解消に属することとなった。当時、南新海の南端に位置する、 この地はすぐ南に、遠浅の広島湾を望み、足の追い茂る一面の湿地帯であった。1889年に完成した宇治な蓄光事業により、地区の南側に広大な深海地が造成された後も、こうした状況に大きな変化はなく、次第に、はすだや綿畑が広がりつつあった、この地区は深海地からの海水の浸水に悩まされていた。このため、 1920年には、地区の南限に海水を防ぐための堤防が進行し、桜戸手と呼ばれるようになった。しかしこの工事によっても、海水の侵入を完全に止めることはできず、東隣の丹那方面から入ってくる海水が、桜戸手北側の水路、湿地に流れ込む状況が、戦後まで続いた。蓮田から、住宅地へ1924年には、 広島高校がこの地に開校されたが、このことが緑地区を文京地区、住宅地に変貌させる大きな契機となった。広高の校舎が建設される際、付近の湿地は近隣の大河の丘陵を崩し採取された土砂によって埋め立てられ、高地の南側、東側に住宅が建てられたことがこの地区における宅地化の始まりとなったからである。 さらに1930年には、広島電鉄宇内線の軌道移設で、交通の便が向上すると、地区内に住宅団地が造成されて売り出され、宅地化はさらに進展した。その3年後、1933年には、町名改正が実施され、それまで南町の南半部であった、この地区は水町として分立した。 1945年8月6日の原爆投下に、際しては爆心地から2.5から3.5キロメートルの位置にあったこの地区は、半壊地域とされに、3の家屋が半壊する被害を出したが、戦後には自宅を失った他地区の被災者がこれらの家屋に流入し、宅地が電車通りである宇品通りに沿った地域から急速に東に拡大し、 地区の大半を占めていたハスダを次第に侵食していった。また先日の通り戦前における旧姓、広高の設置は、高年水地区が文京地区として発展していく始まりとなったが、戦後、広高が京橋川対岸の広島大学に包括され、同大学の教養部として改編されると、この地には、広大に通勤、通学する教授、学生のための下宿や、 飲食店がのきを貫けるようになり、学生街として賑わった。これらの結果、昭和30年代から40年代にかけて、地区の人口は急増して、児童も増加し、1967年には、みなじ小学校から校区を分離して、水町小学校が開校された。はすだの広がる、低湿地から急速に宅地として発展した緑町は、住環境の整備が追いつかず、 戦後も久しく道路が狭く排水も悪い、水難地帯として知られていた。しかし小学校の開校前後には排水工事、道路整備が進み、また桜戸北側の水路も暗渠化されるなど環境は大きく改善された。また1980年代、広島大学が東広島市に移転すると学生街のイメージは薄まり、閑静な住宅街としての性格が強くなっている。 1990年代になって、地区の南北に、広島市道中広宇治那線、東西に、霞交互線が開通し、地区内の外区も大きく、変化するなど、再開発の波が及んでいる。本地区の南を通る広島県道86号水町、二歩線のうち、千田病公園付近から、広島南警察署前交差点付近までの区間は、桜戸手と呼ばれる。 江戸期の1663年に南深海が造成されて以来、久しくこの道が深海地の南限であった。宇品深海の造成を経て、大正期の1916年から1920年にかけて宇品深海との境界線に堤防が築かれた時、土手道の両側に桜並木が植林されたことから、この道は桜土手と称されるようになり、 市内の桜の名所として知られた。現在でも、かつての堤防の上にある、県病院前、電停付近が前後の電停より若干高い位置にあるところに、当時の名残がある。1941年、土手は、暁部隊により埋め立てに使用するため削り取られ、その校舎道として整備された。第二次世界大戦末期の1945年6月、この桜土手に、 広島電鉄寺那線から桜戸手引っ込め線が360メートルに渡って付設されて電車が疎開され、戦後しばらくの間も被爆車両が留置されていた。ありがとうございます。